市内北部の睦合地区天神町では、公共交通を取り巻く環境への変化への対応として、こちら AI オンデマンドバスによる実証実験が6月からスタートしています。今回はその新たな取り組みをご紹介いたします。私たち市民の足として欠かせない公共交通、特に藤沢市では鉄道だけでなくバスも重要な移動手段の一つです。まずは都市計画課の野戸谷さんに公共交通の現状について聞きました。まずは藤沢市の公共交通の現状から教えていただけますか。はい、藤沢市は6つの鉄道が乗り入れるほか、バスも充実し、市内から横浜や東京都心部への通勤、買い物の際や市外から観光などで訪れる際の利便性が比較的高い都市と言えると考えています。そうした中で課題ですとか、その課題に対する取り組みというのはどういったことを行っているんでしょうか。はい、市内の公共交通の課題として、最近の課題は運転手不足を起因とするバスの減便が続いていることです。またバス事業者からは、朝夕の時間は利用者が多くても昼間の利用者が少なく、それが運営を圧迫していると聞いています。この問題は全国的にも注目されていることでもありますよね。はい、そう、時間帯によって利用者数が変化するバス。そこでその課題を解決しようと開始したのが AI オンデマンドバスの実証実験です。詳しいことについて、神奈川中央交通株式会社の富永さんにお話を聞きました。今回スタートしたのが AI オンデマンドバスの実証実験ということなんですが、こちらどういったものなんでしょうか。はい、今回天神町内で日中の路線バス、10時から16時のバスをですね、 AI オンデマンドバスに置き換えをいたしまして、今回ワゴン車型の車両を使っておりますので、より小回りが効いて、さらに通常の大型バスの免許、大型2種免許が必要ではなくて、普通2種免許で運転できるというところがメリットになります。より、じゃあ運転手の方の確保というかしやすくなった、裾野が広がるというようなイメージになります。はい、利用者の方にとっての利点っていうのはどういったところにありますか。はい、オンデマンドバスは、よりお客様の、柔軟なご利用に対応できるというところが、メリットになっております。そして、乗降ポイントも、住宅地内に、細やかに配置をしておりますので、より、ご自宅の近くからご利用いただくことが可能となっております。ちょっとバス停まで行くのが遠いようなという方もきっといらっしゃるでしょうね。はい、なかなか、バス停まで徒歩が辛いとかですね、そういった方もより、乗降ポイントが近くなれば、公共交通の、利用促進につながるとも思っておりますし、今回は今までは路線バスでアクセスできなかった、駅の反対側のヨークフーズという、スーパーマーケットにまで、こうアクセス直接できるというところが、さらにメリットになるかなと思っております。 AI オンデマンドバスが走る日中は中型バスは運行していません。そのため電話やアプリなどで配車予約をする必要があるんです。そこで加賀美さんが実際に利用してみました。それではこれから睦合日大前駅の東にあります大型スーパーに私実際行ってみたいと思います。こちらのアプリで予約していきますよ。それでは実際にアプリを使っていきます。こちらのアプリをタップしますと、こんにちは加賀美さんというホーム画面が出てきました。私が実際にいるポイントもこのように表示されるんですね。で、下見ていきますと、どこに行きますかという検索ボタンがありますので、こちらを押していきましょう。すると様々な目的地のポイントが表示されていますね。今回私はスーパーに行きたいので、こちらを押しますと
お間違いないですかということで確定ボタンを押します。すると、おお、ルートが検索されましたよ。実際に行くポイントも表示されて、あとは出発予定時刻ですとか、何人乗るか、人数、また料金なども表示されています。簡単に予約完了。ちなみにアプリだと3日前から予約ができますので、行き先や時間が決まっていれば早めの予約がおすすめです。では予約が完了したということで、こちらの乗り降りするポイントで待ちたいと思いますが、実際来るんでしょうか。ドキドキしますね。あちらの白いバスですかね。来ました、来ました。お、到着です。では実際に乗ってみたいと思います。こんにちは、よろしくお願いいたします。番号は0001番です。はい、ありがとうございます、はい、どうぞじゃあお乗りください。はい、失礼します。はい、お支払い方法は現金か IC か。あ、2つパターンがあるんですね。はい、では私 IC カードでお願いします。はい、じゃあ IC ならばこちらの方にカードを付けてください。先にじゃあこちらでタッチして支払いが完了ということなんですね。はい、そうですか。実証実験の今、 IC で支払いをすると1回200円で乗車することができるんです。実際に出発しましたけれども、住宅街の中を通っていくんですね。そうなんです。結構こういった道を通ることが多いですか。ほとんどそうですね。そうですか。実際にこうバスではなかなか通れないようなところも通るイメージなんですかね。そうですね、その通りです。AI オンデマンドバスの乗降ポイントは、既存のバス停以外に新規に住宅街や商店街など25箇所に設置しています。最大乗車人数は8人。利用者の多くはお年寄りや子供連れの方だそうです。こちら広々とした車内なので、ベビーカーを乗せることもできますよ。運行を開始してからすでに3ヶ月、バスの中で新たなコミュニティもできているそうで。結構お客さん同士でお話などされることもありますか。 ありますよ、やっぱり。あ、そうですか。ね、どういった様子ですか。結構隣近所とか同じ乗り場で、全然ね、他人様同士なんだろうけど、会話がそこでできたりしてると、じゃあもうこのバスの中がちょっとコミュニティの場所になっているっていうのもあるんですね。それはいいですね。特にね、ご年配の方とお若い方なんか乗ってると、やっぱり普通だったら話さないものがね、なぜか話せちゃうとかこのバスの中だからこそ話せることがあると。そういうですね。そしてこちらですか。はい、じゃあそろそろ到着予定です。スーパーに到着しましたね。ありがとうございました。はい、こちらの方にポイントがありまして、はい、はい、ありがとうございました。お忘れもございませんようにお願いいたします。はい、到着しました。ここまで10分足らずで来ましたね。で、実際乗っている間には運転手の方ともお話が弾みまして、とっても楽しい時間でした。利用者の方はどう思っているのでしょうか。これができてから登録して、坂が多いからね、助かりますよ。一人でも送ってくれるでしょ、大勢乗ってくれればな、もううまくいくんじゃないかと思いまして。今回実証実験を行っている天神町周辺はとても坂が多い地域です。交通弱者により便利に利用してもらうため、乗降ポイントも多くしてあるのです。さあ、こちらのバスの乗り降りができるポイントから少しこれから歩いてみたいと思うんですけれども、加賀美さん、次の乗降ポイントまで歩いてみると、あ、見えました。あのちょっと紫色といいますか、
ポイントありますよ。感覚でいうともう100メートルくらい歩いたかなっていうくらいの場所にもうポイントがあります。こんな近くにポイントがあるんだ。これはね、本当にご自宅の近くまで行ける方も多いんじゃないですかね。これは助かるな。 AI オンデマンドバスは地域の方々の生活を守るため、一部の時間帯を除き2台のワゴン車両が午前10時から午後4時の間、予約があれば運行するようになっています。今後の展望を教えてください。はい、当社ではネクストかな中をテーマに持続可能な地域交通を目指すべく、自治体や地域の皆様と対話をしながらより良い輸送形態を模索しております。また地域の皆様におかれましては、地域の足は自分たちでも守っていくというような意識のもと、より公共交通のご利用につなげていただければと思っております。本市では今後さらなる超高齢化の進展を見据え、自家用車に依拠しない、自動車だけに頼らなくても暮らしていける持続可能な交通環境づくりを目指しています。車は便利で快適な乗り物ですが、車と公共交通を比較すると交通事故や地球環境への影響の面など、バスなどの公共交通にはいいところがたくさんあります。市民の皆様には日常の移動を考えるときに車を過度に利用するのではなく、時と場合に応じて車や公共交通、徒歩などをうまく使い分けていただきたいと思います。